はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではファンタシースター2、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、まずグリーンラムをね解放しに行きまして、その直後にね、マザーブレインの、まあ、追っ手に捕まってしまいまして、ガイラっていうね、あの宇宙に浮かぶ、まあ、衛星みたいなところに、監禁されちゃったんですけれども、まあ、そのガイラからはね、うまく脱出はできたんですけれど、まあ、そのガイラがね、パルマ星に、まあ、衝突してしまいまして、パルマ星がね、吹き飛んでしまったというね、まあ、そんな状況になってしまったわけなんですけれども、まあ、そのガイラでね、宇宙海賊のタイラーっていうね、謎の人物に、まあ、救出されて、まあ、勇士たちは無事だったんですけれども、まあ、そのタイラーの情報によると、デゾリスにね、マザーブレインを、まあ、よく知る人物というか、まあ、モタビア全体のね、鍵を握る人物がいるという情報を聞きまして、タイラーにね、このパセオまで送り届けてもらったところで、まあ、終了したわけなんですけれども、まあ、今回はね、そのデゾリスに向かうんですけれど、まあ、まずはライブラリーでも行ってみますか。ユーシさん、あなた方のおかげでモタビアは水浸しにならずに済みました。はい。なのになぜあなた方がマザーブレインを狂わせた犯人として追われなければならないのでしょう。本当ですね。マザーブレインの鍵を握る人物がデゾリスにいるんですって。そうなんですよ。そう、パルマが亡くなってしまった今、モタビアにいる私たちがアルゴルを支えていかなくっちゃならないんですもの。ユーシさんも頑張ってくださいね。頑張ります。ということで、まあ、デゾリスに向かうんですけれど、屋上ですね、これはモタビアに唯一残る宇宙船です。オートマチックなので誰でも操縦できます。デゾリス星行きますか。ということで、早速出発しましょう。イエス、デゾリス星出発します。早いですね。まあ、デゾリス星に無事に到着したんですけれども、まあ、地上に出るにはね、この、まあ、ダンジョンみたいなところを抜けないといけないんですけれども、いきなり戦闘ですね、ダーティーアンゴラとハングリーエイプ、では、まあ、戦っていくんですが、敵の強さはどんなもんかな。まずはウサギから、アーミアと優秀で倒せると。あ、攻撃力結構高いですね。まあでもなんとか戦ってはいけるかな。そしたらですね、まずは左の方かな。ここかな。あ、コンテナありますね。あ、マジックハット。まあ、マジックハットの説明は、まあ、後でしましょうか。ダーティーアンゴラ。まあ、アーミアだけでは無理か。あ、ルドガーの銃でも倒せないですね。ダーティーアンゴラ、なんか、気持ち悪い動きしましたね。あ、経験値高いですね。1200ぐらい。ここは、あ、まあ、右の方にね、猫がいるんですが、ラスカルモンキー？さっき出てきたやつの色違いかな？ん？ミス。わっ。15、6ポイント持ってかれますね。なかなか強い。なかなか倒せないですね。まあ、ちょっと優質だけでも回復しましょうか。ディメイト誰か持ってます？あったあった。
あ、ここでいいのかな。まあ、ここにね、猫がいるんですけれども、喋れない。ハングリーエイプ。まあ、ユーシスとアーミアで多分倒せると思いますが、あ、アンヌが狙われた。敵の方が行動がちょっと早いのかな。よし、まあ、ここにね猫いますけれども、喋れるかな。にゃーうにゃにゃにゃーんと、まあ、こういう感じでね、まあ別の惑星に来たんでね、言葉が通じないので、まずはマジックハットをユーシスに装備させないと無理かな。まあ、守備力とかはね、下がっちゃうんですけれども、昔私たち人間に飼われてたのということで、マジックハットはこの猫と喋ることができる、まあ、アイテムというか装備品ですね。昔の新聞を見つけた。漏れたガスは体に悪影響を及ぼします、注意。はい、あ、5600メセタ。昔の新聞。ガス漏れの原因は単なるミスによるものと判明。あ、マジックハット2つ目かな。で、昔の新聞。救助の船は8月11日が最後です。乗り遅れないように。はい。あ、モジックハット。まあ、このマジックハットとモジックハットがないと、まあ、このデゾリスでね、言葉が通じないので、まあ、とりあえずユーシスに持たせておいて、まあ、あとは適宜ね、装備していきますか。まあ、戦いますか。今いる下のところにコンテナがあったのかな。あ、回復20。割と面倒な敵ですね。下側は、うん、コンテナありますね。これは何ですかと。あ、ラコニアチェスト。ラコニアチェストはユーシスかな。まあ装備してみますか。今170、190、いいですね。まあついでに、チタメット装備し直しましょう。まあ地上に出ないといけないんですけれども、とりあえず一回戻らないといけないかな。スポイルラビット。ウサギも何種類かいるみたいですね。まあ、さっきの猿といい、ウサギといい。結構動物系の敵が増えましたね。またユーシスを回復かな。とりあえずアンヌのギレスタ。一回戻る形かな。左の方で良かったと思うんですけどね。お、ロボットもいますね。グランバスター、名前は強そう。ちょっとアミアのスライサーではきついのかな。いて、お返しのストームギア結構守備力も高いですね。だんだん今持ってる武器ではきつくなってきましたね。しかも一発不発だし。いや、体力高いですね。痛い。
トリメイトを自分に使いましょう。いや広いな。あ、先にこっちに行った方がいいかな。確かアイテム、あ、ありますよね。結構広いんですよね、ここも。ミネラロジスト読めない。まあ、色違いの敵はダムとかでも見ましたけれども、多分強くなってるでしょうね。20ポイントぐらいダメージもらっちゃいますね。まあ、早くデゾリスの街とかに行って装備品とかもね買い替えたいですけれども。痛い。お返しのストームギア。これで倒せます。あ、無理っすか。ふう、あまり経験値は高くないかな。あ、7800円、結構大金入ってますね。これは壁に囲まれてるところからでも、あ、入れないか。多分こっちで良かったと思うんですよね。まあ、今いる場所がスクレっていう場所なんですけれども、まあ、ここからね、いろんな町に、まあ、行くんですけれども、地上だけ歩いててもね、他の町に着かないので、まあ、この、まあ、ダンジョンというか、まあ、ロケットの発着場みたいなところなんですけれども、まあ、この複雑な地形をうまくね、抜けていかないと、別の町にたどり着かないというね、非常に面倒な感じなんですけれども。うん、またいっぱいいますね。とりあえず、勇士は回復しますか。琥珀の方位。ラスカルモンキー。何なんでしょうかね、こいつは。ちょっとすいません。あー、失礼しました。ちょっとところは風邪気味で、喉の調子がね、あんまり良くないんですけれども、まあ、ちょっとね、お聞き苦しい点があったら申し訳ないと思います。まあ、アイテムから使っていった方がいいかな。ディメイトを輸出。そしてディメイトをルドガー。アンヌも一応レスタで回復しておきますか。ここで地上ではないのか。コンテナをまずは取りましょうか。バンブードール。あ、これはダムで見ましたね。まあ、前回のね、グリーンダムから、あ、間違えた。まあ、引き続きね、また連続で撮影をしてるんですが、痛い。これじゃ無理か。流出がアイテムのままでしたね。でせっかく回復したのに相当食らってますね。うん、なかなか攻撃力も高いですね。あ、8600ベゼータ。意外に大金入ってますね。あ、地上出ましたね。では最初の町に向かいましょうか。お、こいつはトレーサーベース。
うん、ちょっとアミアの武器が弱いかな。あ、全体攻撃。まだ倒せない。よし。まあもうちょいで多分町に着くと思うんですけれど、まあ一応回復はしておきましょう。アンヌ・ギレスタ輸出。まあ全滅するとゲームオーバー扱いになっちゃうんでね、なかなかシビアな感じなんで、回復できるときに回復しておきましょうか。うん、全体攻撃、あ、不発でしたね。助かりました。頑張れ。よし。街見えましたね。そしたら話しかけますか。が、どてにゃら、はなぷと、にゃほほいと。まあ、全くね、言葉が通じないので、そうですね、まあ一回、マジックハットを装備してみましょうか。で、話しかけると、オラたちはデゾリアン、アルゴルで一番いい男。この星にはオラたちしかいないズラ。こっちの人はオラたちは決して嘘をつかないズラ、まあ、ちょっとねなまってるんですけれども、まあ、一応言葉は通じますが、まあ、肝心な話をねしてくれないので、デゾリアンと話すときはモジックハットの方ですね。じゃあ改めて、この町はアウクバルって町ズラ、うん、これでちゃんと話が通じますね。デゾリス星は俺たちのもんだ。パルマ人が出て行ってせいせいしてるズラ。うん。まああんまりデゾリアンたちは他の星の人たちをよく思ってないのかな。おや、あなた、あのクレパスを抜けてきたんかい。なんだ、人違いズラ。オラとしたことか。クレパス。なんかぐるぐる回っちゃいましたね。うんとこさ昔。この星にパルマから逃げてきた人がいたらしいズラ、うん、この建物は入れないかな。この星に隠れてる人は不思議な力を持ってるんだと、ま、この人が多分タイラーが言ってた人物でしょう。クローン屋のばあちゃん以外にまだ人間がいたとは驚きズラ。あ、クローン屋の人って男性じゃなくて女性だったんですね。おばあちゃん、みんな3年前に出て行ったのに、そうだったのか。この星に隠れているあの男はどうしていつまでも若いのか不思議ずら、うん、謎の人物ですね。オラたちは何があってもこの星を離れないずら、うん、オラクレパスの向こうに行った時、そこに綺麗な男がいたのを見たズラ。うん、綺麗な男。何者なんでしょうかね。オラたちはコンピューターなんか嫌いだ。なるほど。まあ、だいたい人の話は聞けたかな。まあ、とりあえず止まりましょう。まあ、あとはお店ですね。武器屋さん。ラコニアスライサーは買っておきたいですね。まあ、パルスカノンは買わなくてもいいので、まあ、とりあえずラコニアスライサーは押さえておきましょうか。まあ、装備品はね、実況外で、買っちゃおうかなと思います。さっきの、スクレーですね。あのロケットの発着所には飛べますと。で、このアウクバルにも、まあ多分飛べると思います。道具屋はしょぼいですね。で、最後、防具屋さんかな。あ、ラコニアシリーズが売っていますと。
うん、まあ、この辺も、まあ、実況会でね、買っちゃおうかなと思います。まあ、とりあえずアウクバルの街はこんなもんかな。あ、そう、さっきのクロン屋の人、そっか、この人おばあちゃんだったんですね。なんか実況始めの頃ジョーカーみたいな人とか言った覚えがあるんですけれども、女性でしたね。まあ、ということで、まあ、今回は、まあ、キリもいいのでここでセーブして終了しましょうか。じゃあ3番かな。うん、まあ OK でしょう。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。